吉田さん、確かにね、比較対象があると分かりやすいですよね。特にその情報業界というかネットビジネスの業界を3年5年10年と見てきたら、ほとんどの人が自分のくっついてた人がね、いなくなってどっかに塾に入ったけど、塾がもうほとんど機能停止してるみたいなところばかりだと思うんですよ。だからよそを探さないといけないし、まあ面倒くさいですよね。お金も余計かかるし、だいたいドリームアカデミアでもそうだと思いますけども、速稼塾だって同じでね、いろんなところでネットビジネスやってきたんだけども、でもサポートが終わっちゃったり、全然いろいろ質問したことに答えてくれるのが遅かったり、まあ言ってみればいい加減だったりとかね、難しすぎたりとか、で本当にこう細かいサポートっていうのを受けられなかったっていう方が、あれこれ探して、あ、これは本物だと思って私のところ来てくれるみたいな例がね、これ本当同じですね。ドリームアカデミアも同じだと思いますけども、まあ一度離れた方でもね、やっぱりこれもよくある話ですけども、久しぶりに来てみたら今日も更新してるみたいなね。しかも更新してる動画がなんかいつもよりも多いと、以前よりも、なんだこれやみたいなね。で、私に至ってはもうアフィリエイトをやってないわけですよ。アフィリエイトを学んだ人が数年ぶりにやってきたら、久保さんアフィリエイトもうやってないんですか、アフィリエイト終わったんですかみたいな聞くけども、違うと。ビジネスでお金を作って、そのお金で本当の勝負をするわけだと。それが投資なんだよっていうことですよね。まあ投資じゃなくても、私の場合はだいたい衣食住にお金がね、生活のためにかかるわけじゃないですか。じゃあ住まいのお金、家をね、一軒家で一戸買いするとどうなるかっていうと、生涯分の家賃っていうのがまずはね、まあ控除される、なくなるわけですよ。それから食費や生活費や、それはそれで確保して、それには手をつけない状態にして、余剰資金ってものと自分の生きるためのお金っていうのを完全により分けてね、やっていくと余剰資金が明確になると。じゃあその余剰資金で投資をすることは十分できると。で、その余剰資金がいくらなくなろうが、いくら増えようが、こっちの生活資金とは全く関係ないんで、会計が分けれるわけですよね。で、そのぐらいの金額ボリュームになったら、このビジネスはやらなくても済むようになる。特にアフィリエイトとかは、どんどんアルゴリズムが変わっていて、くっついていくのが大変なんでね、変わっていけるってことなんですよね。私の場合はそういう風にして、今隠居っていう形になってますね。ちょっと電話かかってきたんで一旦切りますね。じゃあ行ってらっしゃい。